リームチャレンジ。
まず20ゲームでしょ。はい、30ゲームここ超えよ。よし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 、になった。よし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 。かな。超えてる超えてる。いけ。よし超えた。すごいすごい。よし。100を行きたいな。75ゲーム、まあ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 、でも75ゲーム来たらいい方よ。頑張った。イエーイイエーイ、やったやった。誰かな次は。あー出た、スイカ、スイカのやつ、強敵、強敵現れました。やばい、1ゲーム目で引いた。これはやばいでしょ。1ゲーム目1ゲーム目1ゲーム目、やばいやばい、止まらんですよ。おい、もう1個もう1個いっちゃった。特攻バトル頼むよ。よし、食らってる食らってる。味方は1人避けて、あ、食らったけど、いけるよ。うわ負けた、マジでか、マジでないない、そんなわけない。まあ1ゲームだったんです。これは7揃い、来た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 、得意なやつ得意なやつ。やばいね、やばいやばいやばい、出た出た、あ終わった、終わっちゃいました。今回ストーリー6で889枚、まあまあ頑張ったんではないでしょうか。天国だけ回します。天国回してラストはジャグラーに行こうかな。それではラストスパート、ゴーゴージャグラーで頑張ります。このジャグラー合算がね2400回って回ってて108分の1、でレギュラーも11回ついてるから、すごくいいジャグラーなんでしょうねっていう予感はあるんですけど、私いけるかな。これ残念ながらね9位にならないタイプですから。ならないタイプ、ならないタイプ、優しくペカッと光るタイプ。ただあのお店の方針として、な光ったらキュインってなるお店もあるんで、おあなる、なるタイプだなるタイプだ、お店でなるタイプだ。聞こえた今、聞こえた聞こえた、私もあれ鳴らしたい。あこれ当たった、当たった当たった、いくよ。あー綺麗、ちょゆうぱくん見て、ゆうぱくん、うわー綺麗だな、綺麗だな。あと5分ですよ。あーよかったよかった、待ってビッグでお願い、ビッグでお願い、マジでビッグで、ビッグでお願い、ビッグ、大吉や、大吉、ご利益あった、嬉しい、本当に飲まれた、飲まれた、危ない、めっちゃ嬉しい。もうゼロゲーム、イエーイイエーイ、ゆうぱくんが見ててくれたおかげと、あとジャグラー神社の大吉のおかげ、やったー。今日はここでこの音楽のリアルとともに人生を終了したいと思います。てかこれで終わりなんですよね。
疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。本日の結果836枚、ありがとうございました。お疲れ様です。これでもう2頃まで見れちゃうね。あー青い。あ、当たった、当たったよ。いやー、いないけど。まさかの。また青。三個です。いない間にいて、いない間に終わっちゃうやつ。無駄遣いしませんように。あー、だった。やばい、やばい。ダメだった、21個までだった。やばい、新ノーパレード来ちゃったらまずいんだよね。これだよ、これ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 、前が恐れてたやつ。新ばっか、やばい。ショーラー、ほら、こういう風に使うんですよ、勝負球は。21連敗。頑張った、でも。でもまだアベスあるの。やばいね、私のメリハリ実践。お、良くない？このだ、めっちゃいい、良くない？え、たまたま今いい共同なだけ？たまたまじゃない？たまたまか。行ったでしょ、絶対。え、なにこれ、ほら、あー、イエーイ、来た。やるわ、無駄なところで。もう終わりだよって言われたのに。早く出したいな。やだ、待って。私これ終わらせるのはめっちゃ得意だから。やばい。ね、
やっぱうまいな終わらせんの。言われたらいいけど流れてない。ほら、あーもうやっちゃった、やっちゃった、終わっちゃった、終わっちゃった。単発、単発、単発です。引き込みだわマジで。はい、ということでタイムアップとなりました。おそらくプラスになってると思います。そして3箱ぐらいさらっとなんですけど、まあ、2000枚ぐらいはあるんじゃないかと思われます。あとはクイズを頑張ります。お疲れ様です。はい、実践終了。お疲れ様です。お疲れ様です。頑張りましたね。今日もすごかったですね、まいさん。いや、すごくないですよ。すごくないです。朝一の投資がすごかっただけです。そこがすごかった。はい、でもそこから折り返して結局収支的にはプラスで、プラスに無事になったんですけども、本当にすごい。本当に山あり谷ありで、今日はゆうちゃんが頑張ってくれるからいいやって若干思ってたのがいけなかったな、うん、そしたら朝からあんなハマってしまったのかなと思ったんですけど、でも私の様子を見た結果頑張らないとなって思ってくれて頑張ってくれた。ゆうちゃんね、お昼過ぎに見に行ったらさあれ、どこにコイン隠し持ってるのかなと思ったけど、どこにもなかったから。口だけなんだよ私。申し訳ない。ゆうちゃん口だけなの。口だけ、いつもよく言われます。口だけだねって。口だけだねって言われるの。いつも言われる。軽いって言われる。持ち込もうって言われる。口が超軽いねって言われる。口が超軽いの。それはダメだ。あ、ダメだ。違う。それは、そうそうそう、それは違う。発言が軽いね。そうそう、発言が軽いねってよく言われちゃうんで。いや、そんな、あの、口だけなみゆちゃんは、はい、どなたですか。投資がね、うん、1400枚で、最終が836枚なんで、マイナスはマイナスなんですけど、ちゃんとレシート今回あります。1枚じゃない。すごい、1回目から見てものすごい成長ぶりやね。そうなんですよ。1回目まさかの1枚ですから1枚まだこの間で今800枚と。前回何枚だっけ。前回300枚ぐらい。200枚ぐらい。あー、成長した。すごい、4倍まで増えました。尻上がりなんで、あの本編でも言ってますけど、尻上がりで言ってるんで任せてください、後半戦は。そういうところで口だけなんで、さっき言ってたじゃん、口だけだ。これは口で使い切るんだね。そうです。まいさんは何枚ですか。私は投資がね、1500枚で、回収が2209枚。すごいですよね、本当にすごい。若干チャンス最後逃しちゃったのに、ね、SP バトルまで入ったのに、単発単発だったんですか。あの2連で神経勝負が下手でストレートで全然ないガーン。21個する、21個もする。悲しい展開ですけど、出玉的にはそう、出玉的には2209枚流せたので、2人合わせて3045枚。すごいですね。ということで、この3045枚を持ってですね、これから大事な大事なクイズに挑みたいと。はい、よろしくお願いします。それで、多分実践の時にクイズやったりします。なるほど。正解すると100枚で、はいはいはい、今回こんな出ると思わない。嘘、本当にまさかの何なし。何問正解した。今も一応500枚取らなくちゃいけない。え、これは入ってない枚数なの。入ってない。入っちゃったらうちらも4問目ぐらいで全部もうミリオンいっちゃう。こんなラストまだもうなし。あのクイズ全部なかったことするの。あれ練習だから。あ、まあ違う。でもさ、思ったんだけど、謎謎のクオリティいきなりね、こんなめっちゃ簡単なのからいきなりこうなるの。なっちゃいました。びっくりしたかも。ちょ、途中がないからいきなりぶっ飛びすぎてて分かんなかった。いや、すぐ答えるから。マイさん頭いいからな。もう間もなく答えちゃって2秒ぐらいで答えちゃって。頭いいな。ちょっとそのままちょっと気になるんでやってもらっていいですか。そのすごい簡単だもん。なんでも自分のものだと主張する国ってどこですか。
ごい1秒だったよね。え待って、ちょっと分かんない。オランダオランダオランダ、これ難しいですよ。そう分かんないっす。マジ本当に今でもオランダって聞いた時えって思ったもん。あそういうことねって。あすごい、ゆーちゃん頭柔らかくしよう。そうっすね、ダメだ。じゃあ第1問いくよ。もう、はい、いいですか。いいよ、いきます。ダラーン。わー、核変とは何の略でしょう、はい、これは確率変換、 B 確率変動、 C 確率変身、 D 確率の変。性能できます。最後事件見たくなっちゃった。本当だね、本物の変みたいなね。同じこと考えました。これはもう別に考える必要はないですね。大丈夫、はい、余裕です。ファイナルアンサー、ファイナルアンサーまだ言ってないけど。じゃあ答えをどうぞ。せーの、 B の確率変動。ファイナルアンサー、全然ファイナルアンサー、余裕、余裕です。正解、イエーイ。まあ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 1問目だからね、うん、で今ね6090万。よっしゃー、少ない、まだまだ、ね、これ最低でも、いや3は行きたいよね、うん、3は行きたい。4まで行ってあとの3回を楽にするか、楽にするか、うん、そうですね、3問目まで確実に取って3あとの3回さらもっとずっと頑張るか。そうですね、もっとずっと頑張るかだよ。はい、おやったー、ゆうぱく人形かわいい。まあここはね、まあいつもね簡単だから、うん、じゃあサクサクいくよ。いいよ、はい、じゃあ第2問、ダレーン。麻雀物語で生きる主人公の姉妹はどれでしょう。 A 風上姉妹、 B 風下三姉妹、 C 加納三姉妹、 D 亀田三姉妹、どうでしょう。これもね、わかるよね。わかる、わかる、わかる、わかるんだ。わかります、さすがに打ちますもんね。でも2回ぐらいしかあったから、でも結構出ますもんね、うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、じゃあ答えをどうぞ。せーの、 A の風上三姉妹、三姉妹です。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解。ここまでは簡単ですね、いつもね。で18270万円、全然まだまだ足りない。ここで喜んでちゃダメか。まあそうですね、次ぐらいからだね。次から難易度がぐっと上がるから。そうなの、そうなんですよ、そうなの、難易度上がりまくりなんですもん。よかった、2か、うん、イエーイ。じゃあ2問正解、3問目、じゃらん、じゃらん。魔法少女マドカマギカに登場するキャラクターの正しい名前はどれ。知らないよ。え、ちょっと待って。 A キューベー、まあ、全部キューベーね。正しい、難しいな、表記ね、表記キューベー、うーん、 B かな。嘘だ嘘だ、 U がちっちゃいのか大きいのか全然わかんない。でも私この前キューベーチャレンジって検索したんですよ。だからキューとベーはカタカナとひらがなってことは知ってるんですけど、ウの大きさが、え待って、 A と C ってどう違うんですか。 A と C は、あ、 A がちっちゃいのか。えー、ちょっとオーディエンスに聞いた場合は誰か携帯で調べてもらわないと困るよね、うん、それこれさ、これ取っときたい、これは取っときたいけど自信ある。確実に違うの D だけだと思う。そうですね、確実に違うの D だけ。正直でもなんか字面で可愛いのは A だと思うんだよね。キューベ、じゃあ誓いますよ。え、ちょっと待って、でもさ絶対 A のような気しない。あー A かな、私パッと見は B かと思ったんですけど。打ってたじゃん今日、いっぱい出てるじゃん。キューベの名前は知ってるけどキューベの字体は知らないよ。ドラえもんみたいだねって言ったじゃん。そう言ったじゃん。わかんないし。カタカナとひらがな使ってるねって言った。カタカナとひらがな使ってる ABC 全部だからD だけ除外する。そう、 D だけなんかお寿司屋さんみたいな入ってるそう、もうこれサービスだよね。サービスじゃないよ、実質三択だお前。バカバカバカ、この間の時効建設もあれもう実質三択でしょ
そう、サービス。サービスじゃない、3問目ぐらいまでサービス。難しいよ。サービスじゃない、これはオーディエンスに聞きたいけど、うん、向けるよ、どうぞ。ほら、あーオーディエンス、これほらゴミついてないから、これめくられてない証拠じゃんか。ちゃんと作り直してということで、ハイフラインオーディエンス、オーディエンス使いますので、オーディエンスに聞きたいな。お願いします。これお願いします。 ABCD って言ってくから、そうだと思うやつになったら拍手して。いい？ A、 あ、Aじゃないんだ、よかった。 B、 え、C、 C なんだ。本当？今前が最後に言った方。そうだ。やばい、このままほらやってたよ、ほら。危なかった、危なかった。完全に今日はうちらを陥れようとしてるよね。危ない。なんてでもいつもあまりにもうちらが正解しないから、なんかちょっとヒントみたいな誘導してあげて。今日はしねーよ。今まではそう誘導してたのよ。そうですね。本当にそれでいいのって。そうね、でもいいとこで使ったと思うよ、ライフライン。すごい、マイさんのおかげで。ありがとうございます。もう一つゲットできそうです。でも正解がまあ分かんない。いやいや、大丈夫、みんなも優しいから。じゃあ答えをどうぞ。せーの、 C のキューベ。全部キューベだったんですね。はい、ナナナさん正解。イエーイ、すごい。これは分かんなかった、本当にありがとうございます。え、73,080 枚来たね。結構来たよ。次行ったら大台になりますよ。そう、次だね。これ結構もうなかったことになんないかな、ライフライン使ったこと。ない、もう使えない。もう記憶喪失になんない。もう使えない。次から難しいんだな、また。じゃあ行きますよ。じゃあ4問目、ダーン。わかんない。北斗の拳で北斗神拳4兄弟、ラオウ、トキ、ジャギ、ケンシロウの中で血のつながった兄弟は誰と誰？ええ、ラオウとケンシロウ。ちょっと待って、これ全員兄弟じゃない。ラオウとジャギ、ケンシロウとトキ。絶対ジャギじゃない。え、ジャギも兄弟だって。でも血のつながってない。じゃあ、これそう、血のつながってない10兄弟。北斗さんざん言ってたじゃん、今日。それはでもわかんない。あれに答え出てた。あー、できたわ。B なような気がしない。そう、B の気がしてます。B は何？ B か、ラオウとトキか、ケンシロウかとトキ。それで A だったら怒っちゃいますけど。 A だったらちょっと普通すぎだよね。そう、普通だと思う、本当に。だからラオウとトキかな。ラオウとトキにしない。うん、私もさ、それが一番気になりますね。ここで当てたら、次回そんなに前プラスじゃなくてもクイズさえ頑張ればってあるけど、今頑張れば、いろんなこう余裕ができる、精神的にも、ね、精神的に余裕できますね。もう、もう最初 B だと思ったんだよね。私は B だと思ったんですよ。 B にしよう。いいですか。いや、前も B か D だと思うし、でも私負けたから、舞さん、やだ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 、いつもの、やだやだ、ラスリつけ、やめようやめよう、ラスリつけやめよう。今日はもう仲良く揃えよう意見。そう、しましょう、ね、いいですか。いいんですか。決まりました。決まった。うん、じゃあ答えをどうぞ。せーの、 B のラオウとトキで。いいですか、それで。はい、なるほど。 OK? OK。 B だね。 B、うん、いや、なにもうやだ。そのまま。何？すごいさ、こうイヤモニにさ、わかる？全神経集中してんのに、うん、P だよね。正解。やったー。嬉しい。やっぱり？やっぱ女の感わかるんですよ。すごい。よかった。嬉しい。やばいだこれ。やっぱりな。余裕が出てきた。やっぱりな。だと思ったんですよ。え、何枚？36万5000。やばいやばい。今もうね、約60万来ちゃったから、うん、やばいな、これ。あと残りじゃない。もう行っちゃいましょう。5問目も行っちゃいましょうか。いや、だってこれ本当に何のヒントもなしで当ててるから、これはしょうがない。もう突破せばちゃんとね。もう次やったら破綻しちゃうけどね。それでもやるよ。お願いします。この番組はまだやる。ダブルミリオン狙うよ。終わっちゃう。ダブルミリオンも超えちゃう。終わっちゃう。わ
わんないよ。終わっちゃうかもしれない。終わんない。まあでも来月のスケジュールも入ってるもん。入ってます。私誕生日なんで。うん、あ、そうなの？来月。6月10日。20。うん。オッケー。でも次正解したらなくなっちゃうかもしれない。あ、ちょっとお願いしますよ。みんな寄って立ててくれてるんだから。空気読むね。お願いします。空気読んでくれます。マイさん。そういえば書くやつやないのこれ。もう無理じゃん。いいよ。オッケー。やろ。やろ。いくよ。うん。じゃあいきますよ。5問目。はい。じゃあだん。次の音聞いて。何の音聞いたの？次の音を聞いて。はい。でもこういうの意外と得意かも。4号機とかなしですよ。その方が分かる。でも今4号機知らないもん。私も知らないもん。音何？じゃあいきますよ、5問目。はい。音問題。え？どうぞ。レギュラーボーナス。え？なんだろう、なんか聞き覚えありますよね。全然ない。え、なんかでも分かんない。いっぱいありすぎる。え、これだけ？それだけ。もう一回。わかんない。その音の機種名。レギュラーボーナスしか言ってなかったです。レギュラーボーナス。なんだっけ。全然わかりません。なんかわかる気がするけどわかんない。本当にわかんない。レギュラーボーナス、これちょっと難しい。難しい。え、なんだろう。でもなんか売ったことある機種な気がしません？売ったことあると思うよ。絶対ありますよね、うん、なんか聞いたことあるもん。全然わかんない、マジで。本当に10秒前。やばい。もう設計セカンドにしましょう。マジ本当に考えたの前だけじゃん。いや、考えてますよ。なんだっけ、本当に。あー、じゃあまとまりました。まとまったってか、毎回多いな。納得いかないけど。納得いかない。うん、でもいいよ。じゃあ答えをどうぞ。せーの、設計セカンド。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。はい。やっぱダメだ。違います。じゃあとりあえず、うん、今回は、はいはい、4問目までで何枚ですか。36万5400枚です。すごい取ったね。はい、頑張りました。まあ今までで実践がね、獲得枚数多かったからね。うん、うん、いやでもなんか悔しいな。最後なんかすっきりしないですね。答え知りたいですか。知りたい。あー、3、2、1。あー、いや、絶対聞いたこと前ね、よかった。あのね、出たの、エウレカって出たんだけど、ないないと思ったもん。マジ3秒で却下だった、脳内で。エウレカ、なんかうっ、その、人気のある機種を、うんうん、ここ2年ぐらい、うん、自分が打ったことあるやつを遡ってって、うん、これ結構打ったの。うん、これ違いました、イメージと。違った。これ1の方ですよね。なんか、え、いやー、だから打ってたでしょ。打ってた、超好きだった。聞き覚えあると思ったもん。しかも1だったの。そうだよ。あ、じゃあ違う、お前2だと思ったの。2もでも、ちみち間違ってたわ。まあ、出演してる人は一緒だから、まあ、うん、あれなんだけど。いや、難しいよ。そっか、なお、そっか、うん、そっか、しょうがない。そうか、まあしょうがないね。しょうがないね。そうか、エウレカか。こういうのでも面白い。よかったですね、今までのなんか漢字で書けとか難しすぎたけど、これはなんか分かりそうな気がして。ジャグラーのこの間の何回も無理。あれは無理。あれは無理。無理。あ、本当に無理でした。あれマジ、あの、それかける5ぐらいでいいよね。ってことで、うちらの今回の獲得枚数は36万5400枚ということで、残り約、今の合わせたら60万弱ぐらい。すごい。なので残り3回で40万枚。半分切りましたね。すごい。突破しましょうよ。みえちゃん、今度はもっとほら、こう右肩上がりなんでしょ、出玉がね。そう、出玉今右肩上がりなんで。次は白鳥さんが、はい、実践の頑張ってくれると思いますので、次回もぜひ。そうだね、見てください。ミリオンに向けてまた一歩頑張りましょう。はい、ということで締めちゃっていいのかな。お疲れ様でした。また次回も見てください。バイバーイ。